はい、本日のワンポイントアドバイス、目黒駅は目黒区にはない、そして品川駅も品川区にもないらしいです。私は昔千葉県の船橋市に住んでおりました。何も関係なかったということで、いただきます。どうもこんにちは、レッキーと申します。ロラのコラを使ってガチヤグラの方で、ね、やっていきたいと思います。アイドラぶちのめしていきましたということで、復活短縮のリーコンを使っていこうと思っております。ひどい、やばい、ちょっと待って、相手ひどい、乗ってない、オッケー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 、やばいな、まずいんじゃないこれ。あら、余裕でいけると思ったんだけど、死にすぎだって、死にすぎだよこれ、やばいな。あ、終わった、終わったわ、やばい、ちょ死にすぎだって。てか ブラスターイオンなんで止まんないの、マジで、マジで、これもう無理だな。お、止まった、ワンちゃん、はぁ、あったなこれ、一瞬やな、もう一瞬、人生というのは儚い。ちょっと俺なんか話そうと思ったこと忘れたんだけど、なんかそういえば、あ、ちなみにね、あのあれっす、あのなんだっけ、フナッシーを生で見たことあります、はい。忘れもしない、初めてね千葉に行った時にね、西武東武百貨店行ったんですよ。目覚まし時計買おうっつって、目覚まし時計買おうっつって、そしたらね、まさかのフナッシーが歩いてきました。いやもうフナッシー頼む、フナッシー、フナッシー、ナイス。そうでしょ、ブラスターいるから簡単に止まるはずやんけ、なんでこんな苦戦すんの。まだわかんない、まだわかんない、まだまだ粘れる、まだ粘り込める、マジで、まだ込める、込める、込める込める、粘り込める、マジ持っていく、まだ帝王あるからぶちかませるんで、これでいいんだ。これってちょっと中心をね、こうねじり込んでいくわ、マジで。こっち少しでもあっち側に押し込んでいくかどうかの戦いだけだと思っていて、僕は。待って、ああ、くっそ、粘り込めんかった、きついな。何にやられてんだろうね、すごい死んでるよね、まあ、俺も含めてなんだけど、どうしたって感じだよね、マジで。なしたなしたって感じだね。ここね、ちなみにあの、ここ、このビーコンマジであの、矢倉の守備に役立つので、今更ながらもう来ました。今更だと思いつつも来ました。ちょー、無理かも、もう。あれか、ハイドラいるからか。ハイドラ持ってけばなんか逆転できそうじゃね、うん、今俺気づいた、天才のひらめき。圧倒的ひらめきあった、マジで。じゃハイドラとそのダイナモが織りなすこのハーモニーがかなり、ハーモニー、ハーマイオニーがきついという感じですよね、多分だと思うんですよね。はいはい、ハーマイオニーだよね。何マジで無理だろうこれ、武器編がおかしすぎるて。ハイドラに手も足も出ないようになってるやんこれ、最悪。見てて、こっから簡単にね、矢倉止めることができるんだって、マジで見ててよ、ほらほらね、多分俺のやつじゃ関係ない。ここマジおすすめなんで、ここ皆さんビーコンマニア、ドラコラ使いの方はね、ぜひ、やってみて、あそこ。マジで。最高だから。
死ぬか。え、てなんかあいつおかしくない？俺おかしいと思う、こいつ。あんなんさすがになんかやられすってか、なんか一瞬で死ぬもん。ハイドラそんな昼速速くないでしょ、なんか。持ってくれ。頼む。あー。あー。しゃあない。いいわ。ということでね、コメント返信の方は多分なかったんでしないでいこうと思います。しゃあねえわ、これ。誰がやったってこうなってたわ。はっきり言って。クソみてえな試合やった。てか、むしろノックアウトできなかった。お前恥ずかしいからな、シャドウとか言ってよ。影引っ込んどけ、お前。恥ずかしいからな、お前。はっきり言って、今の試合でノックアウトできない。ハイドラを使って、恥ずかしいからな、お前。言っとくけど。ということでね。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。